大変長らくお待たせいたしました。ただいまよりポリスノーツを上映いたします。最後までごゆっくりとご鑑賞ください。2010年、人類初のスペースコロニービヨンドコーストが完成し、人類の宇宙への本格的進出が開始された。2013年、コロニーへの一般市民の移住に伴い、数十万の移住者たちの治安を守るため、俺たち5人の宇宙訓練を受けた警官が選抜された。イギリス・スコットランドヤードからゲイツベッカー、日本の警視庁からジョセフ・サダオキ徳川、アメリカ・ニューヨーク市警からサルバトーレ・トスカニーニ、そしてロサンゼルス市警から俺とエド・ブラン、世界中の警察からえりすぐられた俺たちは、警察権限を持つ宇宙飛行士としてポリスノーツと呼ばれた。
俺はジョナサン・イングラム。30年前、スペースコロニーのビヨンドコーストでポリスノーツとして働いていた。もっとも、エンプス事故で宇宙をさまよっていた俺にはわずか数年前のことにしか思えない。まだ生々しい記憶だ。妻や友人、仕事、何もかも30年前に置いてきてしまった。あの事故で過去を失った俺は、この汚れた街オールド LA でネゴシエーターまがいの探偵をしている。幼児誘拐や人身売買のネゴシエート、身代金の仲介、脱獄犯の逮捕など、ヤバい依頼ばかりだ。だが俺みたいな過去をなくした男には、そんな世の中の海がなければ飯も食っていけない。せいぜい腹いっぱいになるまで頑張るしかないか。さて、依頼人が来るまで何をしようか。この部屋には俺の過去を示すものがたくさんある。前方の壁には新聞の切り抜きや写真が。机の上にはあいつとの写真。どれも記憶の空白を埋めるものばかりだ。ロレイン、俺のワイフ。いや、それも過去のことだ。俺があの事故を起こした後、ビヨンドで再婚したらしい。今では他人のワイフだ。日本人とアメリカ人との2世。あいつにはどこか神秘的なところがあった。間違い電話とはバカにしてる。やっぱり事件の依頼は入ってないか。こちら水道局ですが、水道料金が未払いです。早急に納金してください。汚染した水を飲ませてるくせに。やっぱり事件の依頼は入ってないか。そうだ、
俺はしけてる。わかってるさ。やっぱり事件の依頼は入ってないか。このヒボ探偵、覚えてろよ、バカにしやがって。いいか、このままでは済まないぞ。覚悟してろよ。ヘボ探偵か。やっぱり事件の依頼は入ってないか。あー、聞こえるか、オルソンだが、オタクとの取引はなかったことにしてくれ。じゃあな。また依頼人に逃げられたか。やっぱり事件の依頼は入ってないか。あの看板、足が一組多いぞ。足が一組多いぞ。間違い電話とはバカにしてる。やっぱり事件の依頼は入ってないか。エド・ブラウン。俺の人生で最も信用できる親友であり、良きパートナーだった。今日は運がいい。こんな早い時間に客が来るとは。どうぞ。鍵はかかっていない。ジョナスさん、久しぶり。私よ、ジョナサン、28年ぶりね。
今頃どうして。私おばさんになったでしょ。あなたは変わらないわ、あの頃のまま。ロレイン、なぜ今になって俺のところに。許してもらおうなんて思ってないわ。厚かましいのも分かってる。でも頼れる人がいないの、あなたしか。何があったんだ。助けてほしいの、私の夫が大変なことに。分かった、さあ入って。いいえ、ここで結構よ。あなたにこんな姿見られたくはないもの。じゃあロレイン、いや依頼人さん、とにかく話だけでも聞こうか。で、君の夫がどうしたって。夫の北条健三が3週間前会社に出かけたきり行方不明なの。会社や警察に問い合わせても誰も取り合ってくれないの。それで地球へ。嫌な予感がするの。何かあったに違いないわ。蒸発とかじゃ。蒸発なんて考えられない。この地球ならともかく、コロニーで行方不明だなんて、きっと何かの事件に。脅迫みたいなものは。いえ、何も。まるで神隠しにあったみたい。金目当ての誘拐ではなさそうだ。君が再婚した北条ってどんな人物なの。北条は日系二世で、あの徳川グループの徳川製薬に勤める技術者よ。生真面目で勤勉で、とても悪いことなんかできない人。そうだ、写真持ってきたの。これが彼の写真よ。なるほど、どう見ても悪人には見えないな。幸せそうじゃないか。ええ、この写真預かってくださるわよね。強引だな。俺たちがいたあの頃から30年近く経っているが、何も変わっちゃいない。本当のロスは北に移転しちまったがな。ただたまに今日みたいに雪が降るんだ。異常気象らしい。ロスに雪が降るなんて。例の地下鉄もスラム化が進んだんで廃止になってる。
の勘だけではわからないな。さっき言った手がかりっていうのは。北条から預かっているものがあるの。カプセル剤と葉の切れ端なんだけど、なんだかわからないけど重要なものらしいわ。カプセルと葉か。自分に何かあったらこれを警察か信用のできる人のところへ届けるようにって。信用のできる人かね。蒸発なんかじゃないでしょ。どっちからでもいいが、それは？これがそのカプセルよ。何の薬だ？わからないの。徳川製薬に関係するものだろうか。これ預かってくださる？じゃあもう一つの、その葉の切れ端ってのは。これがその葉よ。見たことのない葉だわ。しかしなぜ半分なんだろう。最初から半分だったわ。預かってくださる？それ。その今預かった手がかりの品の他には、口癖のように言ってたことがあるの。プラトーに何かあるって。プラトーに何かある。何のことだろう。依頼の内容については君の話で大体分かった。確かにただの蒸発じゃなさそうだ。ジョナサン、引き受けてくれるわよね。お金なら心配しないで。お金はドル？円？待ってくれ、ロレイン。ロレイン、即答はできないが考えておくよ。ジョナサン、引き受けてくれるんじゃ。悪いが、しばらく考えさせてくれないか。今日のところは。そうね。すまない。これは預かっておくよ。わかった。また来るわ。週末までビバリーヒルズのホテルニューローズにいます。いつでも連絡して。ジョナサン、私許してもらおうなんて思ってない。あなたの帰りを待ちきれなかったの。ごめんなさい。あなたが救出された時、私心から嬉しかった。もっと早かったらすぐにでもあなたのところへ飛んで行けたのに。それが痛かった。ロレイン、ここへはどうやって？ホテルで車借りたの。クラシックな感じの。そうか。会えてよかったわ。じゃあ。